朝鮮半島の華人とは、大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国に在住している華人。在韓華人小学校の校門不山の中国人外、朝鮮は古代より、鎮馬猿などの放棄、天下の半肌、縁、聖、朝の旅が数万口で朝鮮に逃避した。新刊は、馬貫の東において、その起労の伝生では、古くの某人が新を避ける時、 バカンがその東海の地を彼らに裂いたと事故としていた。というように、朝鮮では国を裂いてまで真の亡民の建国を許しているように、多様な経路からの移民族の移住が多く、また、朝鮮半島中、西北部は、落老軍、新番軍、林元東軍、玄都軍の植民地間4軍が置かれ、漢の植民地だった時期に漢族が移住して土着化し、東北部は、航空麗人、 渤海人、女神人等、ツングース民族の流入が相次ぎ、また、高麗時代前時期にかけて、移民族が23万8千人余りも帰化したが、李氏朝鮮時代から日本統治時代にかけて、住民の禁止化が進んだ。朝鮮への近代最初の中国人移民は19世紀末に現れた。朝鮮半島に来た中国人の多くは、 専門知識を許さない季節労働者が構成した。家人は、主として、カイロでソウル、並びに、海の玄関口である二川に定住した。特に二川では、1880年代以末、朝鮮で最初の中国人街が生まれた。日本統治時代の朝鮮の主要対外貿易相手が、中国であったため、家人は、 1920年代から朝鮮の対外貿易において大きな役割を演じた。1948年、韓国の全輸出入取引のほぼ52%は現地家人に属する会社により実施されていた。1931年に中国の長春で万方三事件が起き、朝鮮日報の中国人による朝鮮農民への集団暴行、 大量殺人のご法で同胞への暴虐に行き通った朝鮮人は平壌、新川島、朝鮮半島各地及び日本での過人街で排斥、集団暴行、殺人の暴動を起こした。これにより多くの過人は家族、家財を失い約1万人が中国へ帰国し、過人社会は壊滅的な打撃を受けた。大韓民国に在住する過人を在韓過人とも言う。 韓国内には約2万4000人の家人が常住している。在韓家人の大部分は中華民国国籍である。現在の在韓家人の大部分はこの事件の後の1945年から1950年の間に韓国にやってきた。当時中国では国境内戦が進行中であり大きな難民の流れを生み出していた。主として国民党の支持者であった多くの歌人は 韓国を含む国外に亡命した。これら難民の大部分は公海西岸に存在する山東省出身者だった。当時、中華民国は大韓民国の同盟国であったため、中華民国籍難民の大部分は韓国に受け入れられ、国内居住の許可を与えられた。その一方で民族主義的な李正万政権は、家人が国内に泊まり、根を下ろすことを警戒した。 韓国当局が1945年から1980年までに、華人に対して行った政策は、現在の韓国において弾圧、制限的なものと評されている。華人の韓国国籍取得は非常に困難なものとされ、在韓華人は永住外国人とならざるを得なかった。外国人である在韓華教は国家機関及び軍に勤務することができなかった。 1961年の法律は外国人の土地所有権を制限し多くの過人農民は急いで自分の辞書を売却せざるを得なかった。過人は韓国の民間会社、特に大企業への就職の際大きな問題に直面するため中小企業に甘んぜざるを得なかった。その後、過人の大部分は主として急速に世界的規模の経済大地域に変貌した。 台湾との対外貿易に従事し始めた。同時に、家人には重要な特権である国内永住権を韓国当局から付与された。それにもかかわらず、家人も韓国の出入国管理局で書類を手続きし、2年に一度自分の居住権を更新しなければならなかった。在韓家境の最盛期は、韓国に約10万人の家人が住んでいた1970年代。 はじめだった。ソウルの歌人指定の大部分はソウル中華中等学校で学び、少数のものだけが普通の韓国の学校に通った。1970年代末から中国人住民の数と在韓歌人の活動は急速に低下し始めた。ほぼ同時に当局側の歌人への待遇は改善されたが、歌人は大量に韓国を離れ台湾に移住し始めた。 帰国が始まった原因の一つは、過人学校の卒業生である過人青年が韓国の大学への入学の際に大きな問題を経験したことである。問題は差別よりはむしろ韓国人のみを施行した学校教育プログラム自体にあった。学歴社会の韓国では大学の卒業証書のない人間は出世も物質的豊かさの達成のチャンスもほとんどなかったため、 家人は良い大学に入れ、ふさわしい仕事を見つけられる機会が多い台湾に渡り始めた。一方で国籍取得条件が緩和されたため、韓国永住を決めた一部の中国人は韓国国籍を取得し始めた。現在、韓国には四半世紀前の4分の1以下である2万4000人の中華民国国民が存在する。家人は韓国に滞在している。 全外国人の10分の1未満でしかないが、国内に永住している唯一の外国籍民族集団である。北朝鮮の過人人口は、1922年のピーク時に10万人に達した。1931年、万宝山事件の後、多数の過人が北朝鮮から中国に戻り、人口は3万から4万人に減少した。日本が1945年に降伏したとき、 わずかに増加して5万人になった。1960年代には DPR 系家人の人口は2万人に減少し、1970年代には6000人または7000人しか残っていませんでした。2002年には DPR 系に約2万2133人の家人がいた。2009年、中国政府は北朝鮮に約5000人の家人が住んでいると発表した。 日本が降伏した後、ソビエト政府は北朝鮮に公民省制度を導入し、北朝鮮住民を平壌住民、地元住民、及び外国人に分けた。ソビエト政府は中華人民共和国を中国の唯一の合法政権と認め、朝鮮の歌人は中国共産党中央委員会の北東局の管理下置かれた。1 9五十年代の終わりに北朝鮮の歌人は、 朝豪会を通じて、中共当局の指導を受け入れ、実地を享受した。歌人学校は、北朝鮮当局から独立しており、中国政府から教員の派遣を受け、中国本国と同様のカリキュラム、教材が採用された。北朝鮮政府はまた、歌人に物質的な支援を提供し、朝鮮戦争中に被害を受けた歌人の住宅を無料で再建した。1960年、 北朝鮮当局は歌人を北朝鮮国籍に帰化させるキャンペーンを開始し、1963年、歌人学校は北朝鮮式に改革され、教授言語は朝鮮語に変更された。中国の文化大革命の後、北朝鮮当局は歌人に北朝鮮への帰化、または中国への移住を余儀なくさせた。1966年、北朝鮮で 平壌ん人中学事件が発生した。学校側は、毛沢東思想を教育内容に含めるよう北朝鮮当局に要請した。しかし、北朝鮮当局は要求を拒否し、学校を閉鎖した。州本来の北朝鮮訪問後、北朝鮮と中国の関係は正常に戻り、北朝鮮は、歌人の不平等な扱いを止め、1960年代に、 中国国籍を放棄した家人の地位と中国籍を回復させた。1979年、中国当局は家人の帰還を支援する措置を開始し、多くの北朝鮮家人が中国に移住した。1990年代に北朝鮮で飢餓が発した後、旅行の自由と北朝鮮市場での中国製品の需要の増加により、ほとんどの北朝鮮家人は、 違法な経済活動を行い、生活水準は徐々に改善しました。2014年、北朝鮮は体制への脅威に関する懸念から、中国に出入りする家人の監視と追跡を強化し、北朝鮮で選挙活動を行った二人の家人を拘束した。1997年のハワイ国際映画祭で、ホームレスという在韓中国人によるドキュメンタリー映画が公開された。初等教科書。 公来の時、23万機か言及もしない、敬語新聞2007年8月21日、アジア歴史資料センターレフ、B02030167000 から B02030183200、特に B02030181500 を見られたい。ありがとうございます。